内予測 YouTuber の岡本明宏と申します。本日もよろしくお願いいたします。今こういうところに来ております。岩田のララポートいます。時間は17時3分になっております。今日もこの後ちょっとなかなかこの動画の方をほんと流せなくなると思います。1月の10日ぐらいまでちょっとどういうふうに正式にこうパソコンの前に立っての動画っていうのはちょっと難しくなるのかなと思ってるわけなんですが、とりあえずここでもう撮るしかないんで撮らさせていただきたいと思っております。今私はちょっと IR の件で一言言っておきたいなと思いまして、動画を今撮っているところなんですが、まあ大変にけしからん話ですね。僕はその前の小沢さんの方の石川さんの方は、まあ、同情する余地がすごいあったような感じがするんです。あれちょっとおかしいなと思った口なんですけどね。あれはなぜかといえば公共事業に対する汚職なんです。公共事業に対する汚職というのは確かに悪いのは悪いんですけど、実業の汚職なんですね。後ろにちゃんと背景のあるものが動いている中での汚職なので、あれをあんまりやりすぎたのはどうなのかなと思うとかあるんです。つまり株式なんかはまだ博打と言われますけど、あれだっていろんな実業の会社がいての株式なんで、あれは博打とは呼べるかどうかっていうのはまたいろいろあると思います。ただもう博打は博打ですからね。もうIR っていうのはカジノっていうのはもう裏付けないですから。ルーレットに裏付けがあるのか、何か実業としての裏付けがあるのかって言ったらあるわけないわけですよ。何も裏付けがないんですよね。まずそこに一つ問題があるという。そしてルーレットやそのカジノというのは比較的簡単に儲けやすいということがあるんです。逆に言ってしまうと虚業中の虚業と言ってもいいような状況なんですね。設備投資、虚業中の虚業っていうのはどういうことかと言いますと、確かに設備投資をする段階では建設業とかも多くかもしれませんし、公共投資のように大きいかもしれませんが、実際回り出しちゃうも営業し始まっちゃいますと、チップを配る可愛いお姉ちゃんとちょっとした社長さんぐらいでビジネスはできてしまう。まあたかが100人もいなくても十分だっていうぐらいな感じですよね。あれと同じぐらいの売り上げでシャープの売り上げなんて平気で上げられちゃうんです。シャープっていうのは何千人もの会社をやっていたという、これかつてあるIR の研究の中で問題ではないかといった大学の先生が言ってた話になりますけれども、カジノがなぜ問題なのかというと、その売上は同じ売上に対してかかる設備投資、設備投資はまあ同じとしても別としても、そこに雇用される人数や動くものが全然少ないんですね。ですから国に対するその経済波及効果がほとんどない。その儲かったお金はああいう中国やアメリカに行くということです。はっきりしたでしょ。今回の汚職事件で中国企業の名前が上がった、あれで反中国だと息巻いてるバカはいい加減にしようって言いたくなっちゃいますけどね。つまりあのお金ってみんな中国に行ったりアメリカに行ったり韓国に行ったりするだけのお金なんですよ。カジノは所詮そういうもんなんですよ。だから同じようなことアメリカもやってるはずだし、それは韓国もやってる可能性はありますよね。十分、まあ別に確証があるわけではないですけどね。僕自身誰もがそう思うところがあるんです。ですからそこら辺が現地に落ちない、お金が落ちないという現実がよく見えてくるのではないかなと思うんです。それと同時にこれまたこう一つの考え方だと思うんですけど、じゃあカジノに4万円出しますか、旅行に4万円出しますかと。私かつて3万9800円のリッツ・カールトンっていうのはあって、4万円だったかな、4万2000円だったかな、グリーン車のリッツ・カールトンのクラブラウンジっていうのがあったんですけど、一回ちょっと
と乗ったことがあるんですが、リッツ・カールトン、まあいいか悪いかそれはまあどっちに置くとしても、そのツアーに乗った場合、例えば JR 東海ツアーズだったらツアーズさんに落ちるお金っていうのもあるわけですよね。横のカウンターだってたくさんの方いるし、そこにはまあ係長さんもいるだろうし、まあ上の社長さんもいるし、まあそこにかかってたけどもやっぱり50人ぐらいいるんでしょう、おそらく。で新幹線は走れば当然運転手さんもいる、車掌さんもいる、それを補正設備補修する人もいる、駅員さんもいるですよね。まあ考えだけでもいろんな人が携わって新幹線というのは運転されているわけです。でリッツ・カールトンもリッツ・カールトンの社長さんもいていろいろいて、そこで働いている人たちがいっぱいいるわけですよ。それに対する波及効果っていうのはそれだけにとどまらず、旅行に行った場合お土産も買うだろうし、なんかいいもんも多少食うだろうから、経済波及効果っていうのは案外莫大なんですよね。同じことをやるんだったら旅行した方がいいんだけど、賭博っていうのがあるとどうしてもそれに誘われて病的になってしまう人がいて、結果的にはその4万円だったら4万円の機械原価というものがロスになっていくということなんですね。つまり機械原価っていうのはすなわち4万円を賭博に使わなければこっちで使っただろうという利益なんですけれども、収益なんですけどね、それが実業の方に使われるはずのお金が実業で使えなくなるということ。僕が前言ってた自社株買いも同じようなものではあるんですね。ですから私思うんですが、やはりそういう虚業をですね、私はですね、許していくことは国の経済にとってよろしくないということ、それでまた道徳的にもよろしくないということですね。当然賭博を栄えた方がいいなっていう、まあ官房長官、まあ官房長官になるのは総理大臣ですから、そういう平気な顔して言う人間たちというのは私はどうなのかなと思うところが多々あります。ですからそれも含めて、道徳的にもよろしくない、経済的にもよろしくないとしたら、この人たちも言っただけでは罪万死に値すると思うんですね。野党にも僕はね、逮捕者を及ぶかもしれない、いいじゃないですか。もう与党も野党もそれと捕まえちゃってください。 IR 連中なんか全部と捕まえるわけですね。それで国民の皆さんとともにですね、やっぱりこれはもうこういう連中は全員ですね、まあ監獄に入れるような運動をするべきですよね。この問題を曖昧にしちゃいけませんね。この問題しっかりですね追及していかなきゃいけないし、もうすでに推進した人安倍晋三ということと菅官房長官という名前も上がってるし、あそこに横浜に IR を作るという話も来てる、橋本連一派もいる、こういう連中をですね IR に好意的な発言をした人間を皆さん、ね、やっぱりネットも含めてですよ、ある程度運動としてですね世の中から排除する運動をしなければならない時じゃないのかなと私は思っているところがあります。本当にこれやっていかないと末代まで日本はひどいことになってしまうかなと思ってるんですね。ぜひですねこれからですね皆さんですねそういうことを来年に向かって清き日本であってほしいと思う。無論道徳主義の僕ケインズアダムスミス嫌いですけど、ぜひですね皆道徳的にですね素晴らしい、少なくても最低限賭博がいいと言っちゃうような陰でやるならまず陰でやって個人が陰でやるならまずしもね、公言するような政治家がいる日本ではダメだということで大掃除が必要だと思うし、新しい血を入れるべきだという立花先生なんかの考えにも僕は賛成しておる次第でございます。ぜひですね IR を許さない、賭博を許さない、そういう考え方で私もこれから、この動画に臨んでいきたいと思いますので、
皆さんですね、ご協力のほどよろしくお願いいたします。これが最後の放送になっちゃうかもしれませんが、来年に向かってちょっと緊急放送としてやらさせていただきました。ではよし、良いお年を。そして、来年は本当素晴らしい年でありますことを皆様祈願して動画を終わらせていただきたいと思います。以上です。